こんにちは、サイエントークです。サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。朝活しましょう。しましょう。急に何のイントロもなしに。いや、朝活したくないですか。いや、したい。したい。お前からしたいって言ってたよね。そう、これまでも2人でしてきたけど、でもやっぱりポッドキャストを利用して強制力を働かせたいよね。企画にしちゃおう、うんうんうん、朝活を。いや、今までさ結構いろんな本とか読んできて、うん、いや、もう朝活について語ってるビジネス本めっちゃ多くない？いや、めっちゃ多い。めっちゃ多いでしょ、うん、もう飽きる。いや、そんな全部読んでるわけじゃないけど、うん、死ぬほど出てる。なんか今朝活ビジネス本って調べたんだけどさ、うんうんうん、もう結果を出し続ける人が朝やること、すごい早起き、朝1時間で全てが変わるモーニングルーティーン、うん、モーニングルーティーンっていう単語めっちゃあるよね。そう、めっちゃ流行ってるよね。で、人生を変える朝1分の習慣、人生を変えるモーニングメソッド、うん、朝4時起きで全てがうまく回り出す4時起きか。え、今は何時ぐらいに起きてるの？俺は今日によるけど7時には絶対起きてる。そっかそっか、うん、私も7時ぐらいには起きてるかな、うん、まあ、6時ぐらいに起きることがでも多いかも。6時にパッと起きて、うん、パッと活動したくないですか？したいです。今はその目覚ましかけて、で30分ぐらいかけて起きる、ベッドから出るけど、そうじゃなくって、パッと6時にパッと目を覚まして、わかるよ、でベッドをきれいにして水飲んでとか、自動的に習慣化したい。なんか目つぶったままスヌーズ機能解除できちゃうんだよね。うん、朝の時間を有効活用しようっていうことで、その朝起きて活動を始めるっていう音声を記録するっていうのを習慣にすれば、結構強制力が働くんじゃないかなと思って。それこそポッドキャストやってるメリットの一つでもあるかもね、強制力を働かせられるっていうのは、うん、で朝活で何したい？朝活で俺はとりあえず、まあ、ポッドキャストのネタになることを調べるっていうのは一つやろっかなって思ってることで、で、あとはまあちょっと普段読んでる本とかいろいろあるから、それを一日何ページ読みますとか決めようかなって思ってる。まあ全部事細かにここで決めなくてもいいかもしれないけどね、うん、その朝何時に起きるだけここでも宣言しといて、でやることはまあその時々に合わせてでもいいと思うけど。そうそう、だから起きてもうおはようございますって言って、じゃあ今日は今からこれをやります、うんうんうん、っていうので次の日みたいなで、うんうん、ソロガス何時です、ちょっと昨日はここまでできたんですけどちょっと終わんなかったとこあるんで今日の朝これやりますみたいな、でそれを貯めていってもう自らを監視するっていう。結構いいよね。これ結構いいと思うよ。なんかこれを少なくともポッドキャストでやってる人誰もいないんじゃないかなって思ってる。 YouTube とかで結構あるけどね、うん、朝活監視系 YouTuber みたいな朝活ガチ勢のモーニングルーティーンの人たちでしょ。うんうん、ポッドキャストでやったら面白そう。うん、いや、いないと思うよ、うん、で私たちがどういう風に変化していったかとかを発信できたらいいよね、うん、いや、これ変化しないで堕落していったらもう即終わりだからねこのエピソードはお蔵入りしてることになってさうまくいかなかった。これが世に出てるってことは多少少なくとも1週間はうまくいったっていうことになるじゃん。1週間後に出す予定だもんね。そう、1週間まずは続ける。いや、でもちょっと待って、1週間うまくいって、うん、でその後もうまくいくけど、例えば3ヶ月後とかにうまくいかなくなったらそこでお蔵入りするわけにはいかないじゃん。いや、もうそうだよ。そしたらもうそこで、あ、もうこいつらダメだったんだって分かっちゃうよね。だからこれはまず最初の1週間をやってこのエピソードを公開することによって、うん、こいつら次の1週間もやってるんだろうかっていう、というかもう1週間の
ポッドキャストを公開してしまったからこれは続けないとってなると思うんだよね。おいいいいいい、企画倒れじゃんみたいな感じになっちゃうじゃん。だから、うん、この最初の1週間を達成できるかどうかがこの我々の運命を大きく握っていると言っても過言ではない。そうだね。いやでも1週間は割といける気がするな。結構2週間目とか3週間目ぐらいから結構辛くなると思うよ。まあ確かにね、1週間6時起き即撮りはいけるか。これめっちゃフラグみたいだけど。だっておそらくこれのさエピソードじゃ頑張りますって言った次の日にさ寝坊しましたとかありえるからね。まあね、まあ、寝坊したら寝坊したでそれをあの記録に取っておくのもいいよね。あ、それはそれで記録に取っておく。でもベッドの中でやるのは良くないよね。ベッド収録禁止ですこれ、うん、ベッド収録は禁止。必ず起き上がってあの椅子とかに座って記録しなければならないっていう、うん、これはルールにしよう。そうだね、だってベッドで喋ったらもうすぐ寝るじゃんその後。ベッドで喋ってたら多分布団のねカサカサする音で分かると思う。あ、バレるか。バレるバレる。だからチートはなしで、うん、チートはなしで立ち上がって椅子まで行って喋れば目覚めると思うんだよね。ベッドから出ることが一番重要だよね。じゃあとりあえず今月は6時、今週は6時、今週は6時、オッケー。でそこからまた早くなるかもしれないよね。6時になれたら次5時半とか、うん、これ合わせて撮るかそれぞれ1週間撮りたてためといてでもいいけど、どっちがいい。いやでも合わせてじゃなきゃ詐欺できるじゃん。できるか詐欺。7時ぐらいに撮って送ることもできるから、やっぱり一緒にやった方がいいと思うよ。え、あ、今6時です起きましたって7時に撮るってこと。そう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 。あ、もう学室だねそれ。ありえそう。やりそう。コンプライアンス違反。コンプライアンス違反やりそう。誰が？俺が。俺がちょっとやりそうだな。確かに。いや、本当に。いや、会話するのが重要だ。うん、そうそうそう、会話するのが重要だと思う。確かにそれやったら1週間分の朝のテンション取りだめちゃうかもしれない。うん。いや、まあいけるっしょ、1週間は。もう早く、うん、早く寝るから、全然。11時には寝る。うんうんうん、そうしよう。収録開始は6時10分とかにするじゃん。意味ないかなそれ。6時に収録開始でもいいけど。いいんじゃない。だから5時55分ぐらいには起きなきゃいけない。うん、そうする。その方が、うん、その方が気持ちよくない。その方が気持ちがなんかすっきりするかな。6時ぴったりにやって、そうだね、まあ、で6時、まあ、5分ぐらいにはもう終わってて、実際にその朝の活動をやり始めるっていう方がいいかもしれない。そうだね、じゃあそうしよう。結構その日本語で朝活って調べてる時と英語で朝活を調べている時とで、その英語だと瞑想を取り入れるっていうのが多い気がする。なんか日本のそういうまとめサイトとかにはあんまないから、日本ではあんま流行ってないのかな。マインドフルネスってやつ。そう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 、あ、まあ、言葉は聞くけどね。あるんじゃないでも。でもなんか朝活のリストにはなかなか載ってこない。俺ね、朝瞑想したら寝る。いや私も絶対寝る。座ったまま寝る自信がある、はい、瞑想したら。なんか朝起きてでちょっと勉強とか運動とかして、うん、脳が起きてから瞑想をするのもいいかもね。いやそれはわかるよ、うん、うん。やっぱそうなんだ、瞑想か。いや世界の CEO めっちゃ運動してるなさ。え、これさ実際のエピソードやっぱ強いな。Twitter 創業者ジャック・ドーシー、朝5時半起床、瞑想と 9.6 キロのジョギングを終えてから出勤。やば、まあ、朝運動したら朝その後シャワー浴びなきゃいけないからちょっとそれは時間かかるよね。そう、それちょっとだるいよね。うん、でなんかちょっとお互いさ朝活をうまく進める工夫とかもさ情報集めしていけばいい。そうだね、まあ、朝活しながらそういう情報集めして実際に実践してみてどういう方法がうまくいくのかとかそういうのをシェアできたらいいよね、うん、こうやってなんかそこで新しい置き方とか見出すかもしれないじゃん。確かに確かに、いろいろやってみたいね。じゃあちょっといろいろお互い工夫しながらそこは
進めよう。そうだね。うん。お、いいこと書いてるの見つけたよ。さっき送ってくれたやつ。早起きは365日挑戦できる。自分さえ頑張ればできる挑戦を積み上げた先に未来があります。おお。俺いいこと書いてるな。どれに書いてる？朝活は大きなお守り。早起きで人生を逆転させた池田知恵の成功哲学ってやつ。フォーブスの記事。いや、これいいと思ったのが、うん、オプションがあるとできなかったと落ち込まないって書いてて、ただただ朝活するだけじゃなくって、なんか成功した時のパターンと失敗した時のパターンを初めから想定しといたら対処できるよっていうアドバイスが載ってたのが結構いいなって思って、それしよう。まあ、例が書いてる。これは要は成功したら、例えばいつもやってることプラス運動もやるとか、うん、失敗したら最低限これだけやるとか、失敗したらこれは空気を入れ替えるとか朝日を浴びるとか書いてる。確かに朝日を浴びるって最低限でいいかもしれない。まあ、少なくともポッドキャストでちょっと喋るとか、まあ、それすら無理だったらどうしようね。空気入れ替えるのやろうかな。うん、でもこれポッドキャストを最低限の基準にしないと何の記録も残らないからあんま意味ないな。でも本当に寝坊して10時ぐらいに起きちゃったりしたときはどっちかしかさ喋れないじゃん。あ、うん、無理じゃん。仕事やばいけどな。いや、仕事の日には10時にさすがに起きないけど、休日とか、あ、休みの日とかね。うん、うん、いや、だからその時はもうオプション発動じゃない。本当に前日に例えば飲み会とかあって本当2時まで、あ、オプションオプション起きてたとか、そんなオプションだよ。5時まで起きてたとかだったらもうその時はオプションっていうか、もう次の日何もやんなくてよくない？そうだね。それはダメ。いや、それはいいと思う。いや、そういう日も必要だと思う。そうだね。また再開できればいいから。うんうん。だってなんか例えばどっかにさ旅行とか行ったとか、うん、別のとこ行ったりして取れない場合もあるし。うんうんうん。それはもうオプションですよ。オプションだね。まあ一人でその記録を残し続けるのも大事、そういう時は。そうだね。だから6時に全く連絡が取れなかった場合はもう寝てるってことじゃん、ほぼ。だからもう6時になった瞬間にもう残された片方はもう一人で喋る。え、ちょっと待って、それ6時になって連絡がないだけで見捨てるのはよくない？電話しよう。まず6時にどっちかがもう自分が電話するぞって気持ちで起きるじゃん、今に。あ、そうだね。先に電話した方が勝ちって思えばいい。で、そうそう、6時に電話なった瞬間に電話するぞぐらいの気持ちでいて、でそれでもし鳴らしすぎても出なかった時はもうその日の収録は、今日はあのエマが寝坊してますっていう。やだなそれ。この日は寝坊してるので今一人で喋ってますけど。屈辱だな。うん、いや、これ結構プレッシャーすごいな。いや、嫌だな、今日もいませんみたいな。次の日もう無理ですみたいな。一人でこの企画をやるしかありませんみたいななっちゃったらどうしようかな。心配になってきたけど、まあ寝坊して攻めすぎるのは良くないから、寝坊したら、うん、例えば10分だけ遅れとか、まああるじゃん、全然。朝お腹痛かったとかありえるから、うんうん、アクシデントあるもんね。アクシデントあるから、もうそういう時は後取りでもいいから取って。あ、分かった。じゃあさ、その7時までだったら最悪後取りかにしない？だって10時ぐらいに後取りしても意味ないじゃん。いや、それは意味ない。だから7時までだったらセーフにしといて、で7時以降だったらもうアウト、寝坊。オプションね。オプション、うん。じゃあ7時で区切って、うん、それより前だったら追っかけ収録でセーフ。うん、いや、これめっちゃプレッシャーだな。ここ6時間に合わなかったやばいな。ね、なんかどっちかが寝坊していて片方が喋ってる間になんか LINE の電話の音とか鳴るかもしれないよね。あ、今起きたんだみたいな。あ、今 LINE が来ましたみたいなさ、実況中継されるわけでしょ。あ、その記録が、まあ、世の中に出すかどうかは別として残っちゃうわけでしょ。うん、
いやもうそれは出そう、それは。それは取られたくないな、絶対。もう恥じゃん。屈辱的だ、それ。しかももう声ボソボソだしね、多分。本当の寝起き。確かに。やばい、めっちゃ緊張してきた。これ今もう10時ぐらいだけど、そろそろ寝なきゃっていう気持ちがすごい。そうだね。やば。初回だからこそね、うん、もうちゃんとやりたいもんね。もう早く寝よう。じゃあちょっと、頑張ろう、これ。うん。サイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上、サイエントークでした。